本の記念すべき初代グランプリであり、大ベテラン女優の山本富士子さん、現在なんと90代という年齢に差し掛かられています。今回はそんな山本富士子さんのこれまでの経歴や旦那さんの死、子供との関係について調査しました。山本富士子さんの簡単なプロフィールはこちらです。本名山本富士子、生年月日1931年12月11日、91歳、出身地大阪府大阪市西区、身長159センチメートル。子供の頃から日本舞踊を習っていたという山本富士子さん、もともと大阪市西区生まれ西区育ちの山本さんですが、自宅が接収されたことにより大阪府立大津高等女学校から京都府立第一高等女学校に転入。1949年に新生大木高校を卒業します。そして卒業の翌年1950年に第1回ミス日本に出場。700人近い応募の中から満場一致でグランプリを受賞します。映画界から女優として熱烈なスカウトを受けるものの、当時山本富士子さんは女優になる気がなく断っていたそうです。しかしスカウトが途切れることがなかったため、悩んだ末に姉の一言で女優になる決断をします。お姉さんの一言とは、これからの女性は仕事を持つことよ、だったそう。現在の私たちからすれば当たり前かもしれませんが、昭和25年当時は女性が外で働く時代ではなく家庭を守るものというイメージが強かった時代。そんな中、山本富士子さんのお姉さんは非常に先見の目があると言えますね。1953年、山本富士子さんをめぐり数々の映画会社による争奪戦が繰り広げられた結果、山本さんは大映に入社。当時の契約内容は、1本につき1年目10万、2年目20万、3年目が30万で、3年後以降は自由契約というもの。その後山本富士子さんは大映の看板女優となりましたが、自由契約という約束が守られることはありませんでした。それでも大映の看板女優として活動を続けていた山本富士子でしたが、1963年についに行動に移します。大映との契約更新を控えた山本さんは年に大映2本、他社2本出演の契約を主張。本来は当然自由契約なので認めてもらえるはずなのですが、その回でも主張は却下されてしまいます。そこで山本富士子さんは1月の契約切れを待ち、契約を更新せずフリーになることを主張します。これに当時の大映の社長が激怒、山本富士子さんを解雇し5社協定にかけると脅したのです。5社協定とは、日本の大手映画会社とされていた松竹、東宝、大映、新東宝、東映の5社が専属の監督俳優らの引き抜きを禁止する協定です。この協定は1971年に消滅しましたが、当時は5社協定にかけられるということは、すなわち今後二度と映画に出演できないかもしれないというほどの威力のあるものでした。それでも山本富士子さんは脅しに屈することなく、そんなことで映画に出られなくなっても仕方ない、自分の立場は自分で守ります、その方が生きがいがあるし人間的でもあると主張。世間からは山本富士子さんの味方をする声が数多く上がったものの、山本さんは映画界から締め出されてしまいます。しかしそんなことでは女優の道を諦めなかった山本富士子さん、映画がダメならとテレビドラマに活路を見出し、山本富士子アワーなどに出演されます。その後演劇でも新境地を開き、2013年まで演劇一筋で女優を続けられます。また私生活では1962年にギタリストで作曲家の山本武春さんと結婚されます。結婚当時31歳だった山本富士子さん、日本の大スターとして活躍中だった山本富士子さんを射止めたのはどんな男性だったのでしょうか。夫の山本武春さんは1925年5月22日生まれ、山本富士子さんの6歳年上にあたります。実は山本武春さんは作曲家として、あの美空ひばりさんの楽曲を手掛けたり、日本レコード大賞では功労賞を受賞した実績を持つなど、音楽の才能にあふれた方。演歌の他にも映画やドラマ、効果、舞台音楽など幅広い分野で作曲を手掛けていたそうです。
そんな山本武春さんと山本富士子さんの馴れ初めは、山本武春さんの師匠でもある作曲家の古賀政男さんのスタジオに山本富士子さんが訪れた際に出会ったことがきっかけだったようです。結婚した際、武春さんが婿養子になったため、山本富士子の名前はそのまま武春さんが山本の姓を受けることになったそう。なぜ山本武春さんが婿養子になったのでしょうか。実は山本富士子さんの母方の実家は綿花問屋を営む名家だったそうなのです。しかし山本富士子さんには男の兄弟がおらず、事業を継げる人がいなかったんだとか。そのため後継ぎを見据えて山本武春さんに婿養子になってもらったそうです。ただその後実際に会社を継がれたのかは明らかになっていません。山本武春さんは2022年9月肺炎のため86歳でお亡くなりになっています。山本富士子さんは山本武春さんとの間に2人のお子さんを出産されています。長男の重春さんを出産されたのが1968年ということですので、現在お子さん方は50歳前後だと考えられます。両親がどちらも芸能界出身とのことで、子供も芸能界に入るというのは珍しくありませんが、調べてみると俳優や音楽活動の道には進んでいないようです。一般の方ということで詳しい情報はありませんでしたが、どうやら山本武春さんが生前創立したテレビ CM の制作会社を継いで社長を務められているとのことでした。経営が苦しいと言われているテレビ業界ですが、息子さんである重春さんが経営する会社では新たにコンビニ事業等への展開も行っているようで、経営の才がある方のかもしれませんね。山本富士子さんは以前息子さんとの関係について、当時息子が高校生で友達のような関係、一緒に家で音楽に乗ってよく踊っていたと話されています。ちなみに2人目は娘さんを出産されており、息子さんが高校生の当時、娘さんは中学3年生でした。男子高校生といえば思春期真っただ中ですし、年の近い妹もいるとなると、息子さんの方は母親との距離感が離れてしまいそうなものですが、重春さんとは一緒に音楽を聴くどころか踊っていたとのことですから、相当良好な関係を築き上げられていたであろうことがうかがえます。女優として超多忙な生活をしながらも母として家族を大切にしている姿は素晴らしいですね。そんな息子さんですが、現在はすでに結婚されていて2人の子供に恵まれているそうで、山本富士子さんはお孫さんとの時間も楽しまれているのかもしれませんね。最近は高齢であることからあまりメディアへの出演をされていない山本富士子さんですが、2019年に徹子の部屋に出演され、元気な姿を披露されています。ちなみに番組出演当時、山本富士子さんが出っ歯になったとの噂が立っていましたが、実はこれは入れ歯だったようです。年齢も年齢ですから、入れ歯をしていない方がおかしいくらいなのかもしれませんが、それが悪目立ちしてしまった結果、変に出っ歯になったとの噂が回ってしまったようです。ところで山本富士子さんは現在はどのように暮らしているのでしょうか。老人ホームの CM 出演でメディアに久々に登場した際は話題になりましたね。2023年には92歳になる山本富士子さん、料理や掃除が大好きだったそうで、健康的な生活を送ってきたからこそ長生きができているのでしょう。しかしさすがに高齢でコロナ禍であることもあり、2020年以降にメディアの前に出たことはないようです。山本富士子さんに関して老人ホームと聞くと、いかにもどこかに入所したのかと思ってしまいますよね。実際は老人ホームの CM の仕事を受けたことが話題になっていたのです。それはスーパーコートという関西を中心に展開している老人ホーム、一般的なホームから富裕層向け、パーキンソン病患者向けなど高齢者の細かいケアができるように対応している施設のようです。 CM に出演したことから本人も利用しているのではないかと噂になったようですが、現在は56年住み続けた戸建ての自宅を引き払い、マンションに移り住んでいるそうです。また山本富士子さんが蓼科に住んでいたのではないかという噂があったようです。きっと近辺で目撃情報があったのでしょう。蓼科は長野県にあり、老後のために移住したのかとささやかれました。しかし実際は自宅として利用はしておらず、別荘を構えていたことが判明。
2023年現在はその別荘もすでに売却済みのようです。それにしても90歳近い年齢でしっかりとした装いと化粧をされてテレビで元気な姿を披露されるというのはすごいことだと思います。これからも長生きして元気な姿を見せてほしいですね。今後の山本富士子さんの活躍に注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。